はい、格闘タクニュースゾウの雑博です。今回はライジン43北海道大会怪物くん VS 西谷大成選手の試合です。怪物くんはいわゆる1で世界戦を戦っていたり、シュートボクシングの世界王者だったり、いわゆる打撃でかなり強い選手でした。そんな中ライジンにやってきて、といっても2勝3敗で、この2勝も奥田圭介という全敗のかませぬと、1勝5敗で1勝だけ鈴木千尋に勝ったどうしようもないかませとしては最悪などこでも勝負に勝っただけでした。ですので正直まだまだ MMA としての実力は低いところにある選手です。そこでマッチメイクを仕掛けたのが我らの土色サメ肌朝倉未来です。朝倉未来1年チャレンジ失敗というのがあって、チャレンジ失敗している西谷大成選手を、ブレイキングダウンで有名にさせ、そしてディーブでそこそこの相手に勝たせ、大事に持っていくことに朝倉未来の、キングへの糞として成功させようとして強引に大事の舞台に上げました。ただプロ格闘家の判断では、西谷大成選手の方がオールラウンダーで MMA の経験も多いので勝つんではないかというのが大成でした。僕はちょっと悩んだんですけど、やはり怪物くんといういわゆる人としての強さ、このアスリートレベルがちょっとレベルが違うのではないかと思って、僕は怪物くん勝利と予想していました。で試合が始まりました。試合が始まり、いきなり怪物くんと対峙したのですが、サウスポー同士西谷大成選手がいきなり詰めました。そこに怪物くんが相手のフックを振ったのですが、タイミングよくタックル入る西谷大成選手です。でこれで僕の中で、あ、このまま終わりかなと思ったところ、結構早めに怪物くんが立つことに成功しました。ただ西谷大成選手はどんどんプレッシャーかけ、怪物くんは下がりながらフックをぶん回ししていました。そんな中劣勢なのかなと思ったところ、ぶん回しフックに西谷大成選手は飛び膝を合わせようとしたところ、なんと怪物くんはやはりレベルが違うのか、飛び膝に思いっきり左のオーバーハンドフックを合わせ、そのままパウンドアウトし失神 KO させました。もうなんというか劇的な終わり方、どんどんタックル取られて逃げてフックを回す展開だったにもかかわらず、やはり最後の最後には飛び膝に合わせてカウンターのフックからのパウンドで、そして西谷大成選手は大泣き号泣するというような大会でした。正直西谷大成選手はブレイキングダウン後落ちし、オラオラ系で頑張っていたのですが、やはり本物には勝てないかもしれません。朝倉未来チャレンジ1年生失敗ですが、これ今後はブレイキングダウン専門戦格闘家として頑張ってほしいと思います。以上となります。ご視聴ありがとうございました。明日10時からライブ配信ご覧ください。それではさよなら。